ぶどう、ぶどうを使って作られるワイン。ワインも山梨県は有名なんです。日本じゃ一番、日本では山梨県がワインでは一番になります。でさっき山梨、山梨って名前で呼んでるけど、山梨県以外の名前でも呼ばれてることもありましたとご紹介をしました。貝の国とか甲府とか甲州っていろんな名前があって、その中で甲州って山梨県って意味です。字とかは全然違うんですけど同じ意味、山梨県という意味で甲州という言葉があります。この甲州っていう名前を使って山梨で作ったワインという意味の名前の甲州ワインというものがあります。この甲州ワイン、山梨県のワイン、このワインを作ってる工場、ワイナリーって言ったりしますけど、ワイン工場、このワイン工場に行って見学して、まあ、工場見たり、また時間過ごして、でまたバスで移動をして、今日泊まるホテル、伊佐川温泉、変わった名前です。